スーパー各社の入荷そして価格についての見通しも見ていきましょう。 スーパー3社の比較となっているんですが道内さんは夏頃から共通して入荷は安定してきてはいるんですけれども依然として価格は高止まりの状況ですそれに加えて同外さんとなりますと輸送費もアップするのでさらに高い値段になるということなんですねまあ、スーパー各社そして養鶏所の皆さんの努力があってここまで回復してきましたけれども徐々に流通入荷の状況というのは与田さん安定していきそう そう,ですそうですね、3社ともに今後、供給量がさらに増えてくると考えられるため、何もなければひっ迫することはないだろうという見通しでした。